貸してあげたの。 君たちのペットじゃないんだぞ。 さっきからお兄ちゃんばっかり。私にだってどこせて。ゆかりもよしなさい。キリがないわ。お父さん、生後3ヶ月っていうと人間なら何歳になるの？ ああ、人間で言えば幼年期を過ぎて少年少女といったところかな。僕らと同い年か。気が合うわけよね。さあさあ、ストンもゆかりももうよしなさい。この子はね、 将来目の見えない人を助ける盲導犬になるんだ。今日から10ヶ月うちで大切に育てなくちゃいかん。<笑>この子は今日から我が家の一員よ。でもね、立派な盲導犬になるためにみんなと仲良く暮らしながら人間のことや社会のことたくさん勉強しなくてはいけないの。お父さんに何か用かい？違うよ。 うちみたいに盲導犬の子犬を育てる家のこと、なんて言うんだっけ？<笑>パピーウォーカーよ。<笑>そうだ、パピーウォーカーだ。この子を飼育したいって申し出たパピーウォーカーは何人もあったそうだよ。その中から選ばれたんだから、みんなで力を合わせて立派に育てなくちゃね。お父さんもお母さんもさっきからこの子この子って早く名前つけてあげない。 そうね、どんな名前がいいかしら。待ってました、ドラゴン魔人が。ダメよそんなの。じゃあゆかりが考えてるの言えよ。フランソワっていうのはどうかしら。フランソワか。うん、確かにこの子はメスだけどフランソワね。実はね、この子をうちに届けてくれた盲導犬協会の川西さんとお父さんとで考えた名前があるんだ。何で言うの？サーブっていうんだ。目の不自由な人のために働く、 あるいは主人に使える、そういう意味を込めてサーブ。どうだろう？いいね、サーブ。僕気に入ったな。私もサーブさ、おいで。もう寝ちゃってる。
日記。7月25日。今日から夏休みだ。僕はお母さんに頼んで初めてサーブに引き綱をつけ、うちの周りを回った。サーブは引き綱が嫌いらしく、引っ張ろうとすると体の割に大きな足を踏ん張って嫌がった。8月10日、サーブはゴムマリが大好きです。私がゴムマリを投げると、サーブは飛んでいってくわえてきます。よし、サーブ、強かった。サーブ、早く。8月16日、サーブを庭に作った犬舎に入れる。食事の量も多くなって、体がしっかりしてきた。夕方、サーブといつものように公園まで散歩。そこでサーブはポメラニアンに出会った。ポメラニアンはサーブを見るとけたたましく吠え出した。しかしサーブは友達になろうとでも言うように尻尾を振った。サーブは他の犬も自分の仲間と思ういい性質の持ち主である。8月20日、ストムとゆかりを連れて盲導犬総合訓練センターに行った。ストップ。オッケー。お父さん、向こうでやっている訓練は何？あれはね、障害物を避けて通る訓練なんだ。一般の道路では看板などで自分のご主人が怪我をすることもあるんだ。だから盲導犬は左右ばかりでなく頭の上にも注意するんだよ。すごいな、サーブもあんな風にできるかな。やあ、いらっしゃい。ストム君とゆかりちゃんだね。こんにちは。紹介しよう。盲導犬総合訓練センターの川西所長さんだ。はじめまして。川西さんにみんなで書いたサーブの日記を見ていただいたんだよ。サーブは清水さん一家に愛されて素直に育っていることがこの日記を読んでよくわかりました。この調子でこれからも飼育日記を欠かさずつけてくださいね。はーい。川西さん、実はツトムもゆかりもあまり文章を書くのが好きじゃなかったんですが、我が家がパピーウォーカーになってから作文が嫌いじゃなくなりましてね。これというのもサーブのおかげですよ。それはよかった。5月8日、今日サーブは訓練センターに入った。サーブ、これからしっかり訓練を積んで立派な盲導犬になってくださいね。あなたとの楽しい10ヶ月をありがとう。では次、55ページ。清水ストム、呼んで。ストム。はい。55ページを読むの。ただいま。ねえお母さん、サーブを散歩に連れて。毎日散歩に連れて行ったり、ブラシをかけたり、あなたはお兄ちゃんと力を合わせて本当によくサーブを可愛がってくれたわね。でもサーブは今日から盲導犬になるため厳しい訓練に入るのよ。大丈夫よ、みんなのサーブですもの。きっと立派な盲導犬になるわ。だからね、泣かないで。よしサーブ、これから街を歩くが匂いに気を取られるなよ。ほら、自転車が置いてある。ストップだ。 OK と言ったら歩き出すんだ。 OK。 よし、うまく避けたな。ほら、歩道の切れ目だぞ。ストップ。必ず一時停止をするんだ。 OK。 さあ、今度は右。右だよ、こっちだ。狭い道だからゆっくり歩くんだ。そう、偉いぞ。横断。階段。 OK。 さて、今日から不服従の訓練に入ろう。はい。
盲導犬は状況に応じ主人の命令に従わないことも大切なんだ。いつもこの訓練に入ると緊張しちゃいます。まず手始めにサーブに車の怖さを教えなくてはならないが、運転の方を頼むよ。はい。できるだけそーっとぶつけてくれ。サーブが車は痛いものだと分かればいいんだ。はい、所長。じゃあ行こう。オッケー、横断。盲導犬は危険に直面したとき、主人の命令に逆らい、自らの判断で危険を避けるのだ。いいか、サーブ。これからは私の言うことを聞いてはダメだ。オッケー。オッケー、横断。横断。偉いぞ、サーブ。合格だ。あの、まだでしょうか。もうすぐですよ。すいません、なんだか胸がドキドキしてしまって。わかりますよ、亀山さんのその気持ち。何しろこちらの教会へ盲導犬をお貸しいただきたいとお願いしてから10年も経ったもんですから、夢が叶うとなると嬉しくて。あ、来ましたよ。え、やあ、こんにちは、亀山さんですね。はい。サブ、こちらがお前がこれからお仕えするご主人の亀山さんだよ。亀山さん、盲導犬のサーブです。サーブ、よろしく頼みますよ。あ、杖が。はい。亀山さん、大丈夫。今日からサーブがあなたの杖代わりです。サーブは7ヶ月の訓練であらゆる状況を覚えた優秀な盲導犬です。杖に頼ってきたあなたのこれまでの生活範囲はサーブによってもっと大きく広がるはずです。ありがとうございます。今も話したようにサーブは7ヶ月勉強してきました。で、今度は亀山さんがサーブの扱い方を学ぶ番です。いいですね。はい。期間はおよそ1ヶ月。この教会にサーブと一緒に寝泊まりをしてトレーニングをしましょう。はい。サーブは7ヶ月も頑張ったんですから、私の1ヶ月や2ヶ月なんて何でもありませんよ。ねえ、サーブ。いかがです？杖の時と比べて3倍も早く歩けます。それにサーブと一緒だと怖くないし疲れもありません。じゃあ今度はバスの停留所へ行きましょうか。はい、バス。亀山です。あなたどこから電話してるんです？バス停なんだよ。サーブが私をここへ連れてきてくれたんだ。まあ、サーブが賢い犬なんですね。私も早く会いたいわ。あの、いつ頃帰れるんです？もうすぐだ、もうすぐ。桜の花の咲く頃にはきっと僕ら二人で村に帰るから。それじゃ。あの、もしもし。あら、二人ですって。どうだい、サーブ。美しい村だろう。岐阜県南村。私たちはこの村で生まれ育ったんだ。目は見えないけど、こうして外へ出ると春の香りが体いっぱい感じられるよ。あれ、まあ、ありゃ亀山さん夫婦じゃないか。お、見ろよ、犬と一緒だよ。そうか、あれが盲導犬サーブか。えらいもんだね。おーい、亀山さん。ストップ。亀山さん、珍しいですね、夫婦揃ってお出かけというのは。はい、
サーブがついててくれますので、もうどこへでも行けます。へえ、で今日はどちらへ？郵便局へ参ります。盲人協会から展示の本とテープを借りたいので、ちょっと申し込みに。しかしそっちへ行くと国道156号線だ。横断するのは危ないんじゃないかね。大丈夫です、サーブがついてますから。じゃあ、OK。なんかつまんないな。私もサーブ今頃どうしてるかしら。あ、サーブだ。どこ、どれ？サーブ待って。亀山さんとサーブは仲の良い兄弟のようでもあり、親友のようでもありました。どこへ行くのも一緒、お互いを信じ切った亀山さんとサーブの姿は、山あいの自然の景色と同じくらい美しく人の心に伝わりました。二人を巡る季節はまたなんと楽しく、瞬く間に過ぎていったことでしょう。間もなく4年目を迎えようとしていました。サーブ、ああ少し積もったな。まあこの雪じゃ道夫とサーブは難儀でしょうにね。サーブ、じゃあ今日道夫たちがうちへ遊びに来る日か。え、そうですよ。私は道夫に会うよりもサーブに会いたくて。いかん、今日はやめさせよ。この雪はやみそうにない。はい、亀山です。あ、お父さん、おはようございます。え、それがもううちを出たんですが。サーブ、寒くないか？濡らしてしまってすまないね。もうすぐおじいちゃんとおばあちゃんの家だからね。頑張るんだ。あ、サーブ。交通事故のニュースです。今朝7時ごろ、岐阜県郡上郡南村の国道156号線でワゴン車が道路横を歩いていた亀山道夫さん37歳と盲導犬をはねるという事故がありました。事故の原因は車のスピードの出し過ぎとみられています。亀山さんは奇跡的に軽い打撲傷で済みましたが、それというのも盲導犬のサーブが自分の危険も顧みず、とっさに亀山さんの前に出て主人をかばったためとみられています。亀山さんの身代わりになったとしか言いようのないサーブは車にはねられて全身打撲、左の前足は神経がズタズタに切れており、切断もやむを得ないということです。そんな、サーブかわいそう。
郷さん、サーブが左の前足を切断したらどうなるの？盲導犬としての活躍はもうできなくなるだろう。なんて責任感の強い子なんでしょう。新聞で見るとサーブは盲導犬として教えられたことを見事に実行しているんだよな。ご主人の亀山さんと一緒に国道を歩いている時の命令は道なりにまっすぐに歩けということだったはずだ。ところが左前方からワゴン車が突っ込んでくる。とっさにサーブは命令に反する時だと判断した。亀山さんをかばうために前に走り出て左側についた。そのため亀山さんの体はサーブに引っ張られて横向きになり、よろけて突っ込んでくる車を避ける格好になった。しかしサーブは、そんなことよくできたね。一瞬の出来事だったろう。サーブは最も難しい命令不服従の判断をとっさにやってのけたんだ。うちへ来た時まだよちよち歩きだったあの子が。お母さん、泣くのはよしなさい。サーブは盲導犬として立派に責任を果たしたんだ。僕サーブをお見舞いに行こうかな。いや、行かない方がいいね。サーブは今苦しんでいるだろう。それにサーブのことだからお前を覚えているだろう。しかしサーブのご主人は亀山さんなんだからね。あら、ゆかり。ゆかり、どこ行くんだ。サーブに会いたい。なんでサーブは。そりゃ僕だってサーブに会いたいさ。でももう僕らはサーブに会ってはいけないんだ。そういう約束だろう。でも怪我をしてるのよ。サーブの怪我はきっと治るさ。サーブは必ず元気になる。今僕らにできるのは遠くから見守ることだけだ。さあ帰ろう。サーブ、あ、私のためにこんな。サーブ、ありがとう。あなたの大好きなお肉をどっさり持ってきましたよ。サーブ、もう痛みはないのか。こんなになっても元気に歩けるのか。サーブ。亀山さん、サーブは以前何度かこの車であなたを近くの駅まで送ったことを覚えているんですよ。じゃあもう家へ帰るつもりなのね。サーブ。サーブ。よしよし。サーブ。目の見えない人を助ける盲導犬を一頭でも多く増やすために募金をお願いします。お願いします。いや、頑張ってるね、ご苦労さん。実はビッグニュースがあるんだ。何ですか？今度は韓国のソウルでオリンピックがあることを知ってるね。はい。オリンピックの後には必ず体の不自由な人のためのオリンピック、パラリンピックがあるんだが、その入場行進の先頭をサーブが務めることになったんだ。すごい。やったー。お兄ちゃん、私たちも頑張らなくちゃ。うん。目の見えない人を助ける盲導犬を一頭でも多く増やすために募金をお願いします。お願いします。お願いします。自らの犠牲も顧みず主人を車の事故から守ったサーブは国会に特別参考人として出席。盲導犬にも保険が下りるよう主人と共に訴えました。その結果、自動車損害賠償保険は盲導犬にも適用されるという画期的な道が開かれたのです。
またアメリカテキサス州からはサーブに対しテキサス名誉犬の称号が贈られました。日本では総理大臣から功労賞が贈られ、サーブを称える銅像も建てられたのです。そして1988年パラリンピックの入場行進で堂々先頭を務めるという嬉しいニュースが届いた矢先、サーブは天命が尽きたのです。あの素晴らしいソウルオリンピックスタジアムで晴れやかに行進する我らのサーブ、その夢は今幻となってしまいました。しかしスタンドを埋める大観衆はサーブの晴れ姿を胸に描き、温かい拍手を送るに違いありません。勇気あるサーブはみんなの心の中でいつまでも生き続けていくことでしょう。